今日夕飯の買い物にスーパーに行ったんだけどさ、お兄ちゃん、女と一緒にいたよね。私見ちゃったよ、お兄ちゃん。お友達いなかったお兄ちゃんがあんなに楽しそうに誰かと歩いているのはさ、妹としては喜ばしいことなんだけど、でもなんか違う気がした。あんなのお兄ちゃんじゃない。私の前じゃあんな表情したことないのに、あの女の前だったらするのね。おかしいな。私、お兄ちゃんのそばにずっといたから、お兄ちゃんの表情は全部見たと思ったのにな。怒った顔も、笑った顔も、寝てる時の顔も、アホ面も、真顔も全部全部見てきたのに。あんな顔、見たことなかった。ああ、そうか、わかった。今のお兄ちゃんは何かの病気にかかってるんだ。そうだ、きっとそうに違いないよね。じゃなかったらカードゲームなんかにはまらないし、ラーメン食べに行って帰りが遅くなることもない。そうか、そうだったんだ。家の外にいる害虫が、お兄ちゃんをたぶらかす害虫が全部全部いけないんだね。そうか、お兄ちゃん、私決めた。これからはお兄ちゃんの妹として、ちゃんとお兄ちゃんの看病してあげる。